ノーペガヤー。イージズリー。ズーンはまあまあ。ムーンミーン。どうもガンプランナーです。サムライトルーパー。見てましたか？内容はまあまあまあ。揃ったと思ったらバラバラになり。ほんで。揃ったと思ったらバラバラになり。みたいな。ほんでもって。これ、劣化主人公すぎ。こういう一人だけ強くなるやつ嫌なのんだださ。主題歌が神曲なのんよ。後半のオープニングサムライハート。森口博子がまあすげえのん。彼女の歌う主題歌は基本神曲ってのがほんとすごい。鬼滅とかでも歌ってくれないかな。前回2023年に発売されたケースということで、なんとか探したケースを動画にしたんだけど、ケースの情報ってまとまってないのんで探すのが大変なのん。ほんで多分他にもあるんじゃないかと、コメントで教えてもらえるはず、と、やってみたらやっぱいっぱい教えてもらえてたのんよ。そこでせっかく教えてもらえてたのんで、今年中にこれも動画にしとこうと。やっぱりね、皆さんに支えられてますよこのチャンネルは。本当に毎回たくさんのコメントありがとうございます。まずはこれ一番多かったんじゃないかのん。ジョンスボ TK12.0。一目惚れしたというコメントあったけどわかる。めちゃくちゃ可愛いよねこのケース。まずは価格。28,580円。いろいろ探してみたんだけんどもさ、アマゾンかアリエクくらいしかないっぽい。スペック。ケースタイプマイクロ ATX ケース。対応マザーボードマイクロ ATX ミニ ITX。対応グラボ 280mm まで。搭載可能ラジエータートップ 240mm。搭載可能ファントップ 120mm×2 ボトム 120mm×2。CPU クーラーは 165mm まで。対応電源 ATX 電源。ドライブベイ 3.5HDD×2 または 2.5SSD×1 3.5HDD×1。フロント IO1×USB3.2Gen2 Type-C1×USB3.0 Type-A1×Audio プラスマイク。本体サイズ 299mmW×310mmD×345mmH。重量 5.9kg。コンパクトにまとまっててメンテ時の取り回しも良さそう。色は白と黒の2色。いやー、マジで欲しいわこれ。このケースの存在を教えてくれた方本当にありがとうございます。なんだかんだでトータル7台くらい使っています MSI のケース。ほんで今年新しく出たのが、MPG グングニル 300R エアフローシリーズ。価格、19,980円から。スペック、ケースタイプミドルタワー。対応マザーボード EATX、ATX、マイクロ ATX、ミニ ITX。対応グラフィックボード最大 360mm。搭載可能ラジエータートップ 360mm フロント 360mm リア 140mm まで。対応 CPU クーラー全高 175mm。対応電源 ATX 最大 220mm。ドライブベイ内部 3.5、2.5 インチ共用 ×2、内部 2.5 インチ ×6。IO ポート USB3.2Gen2×2 Type-C×1、USB3.2Gen1×2、マイク ×1、ヘッドホン ×1、LED コントロールボタン ×1。外見はオーソドックスなタイプなんだけんども、ブラケットを入れ替えることでグラボの縦置きにも対応。付属ファンも豪華でフロント 120mm アドレサブル RGB ファン ×3 リア 120mm アドレサブル RGB ファン ×1。アドレサブル RGB LED も内蔵したグラボガイドも付属。外径寸法 235W×510H×505D mm。重量なぜか色で若干違って黒約 10.9kg 白約 11.1kg。値段に見合った内容となっとるのん。ついに来ました自分で組み立てるやつ。クーラーマスターキューブ500フラットパック。価格、黒については32,085円であったんだけど、その他は43,916円と12,000円くらい高くなるのん。スペック、ケースタイプミッドタワー。対応マザーボード ITX、マイクロ ATX、ATX、EATX、SFX PSU の場合は幅最大 296mm、ATX PSU の場合は最大 273mm。対応ラジエーター、フロント 140mm、底部に PSU を含む 240-280mm、トップ 280mm、280mm は厚さ 53mm 以内で使用可能。ボトムそしてリアではなく左 280mm とある。これねー。なんかわかりづらい部分もあるんだけんども、いろいろ自由度高いんだと思う。CPU クーラー 172mm まで、グラボは 365mm まで、電源サポート SFX、SFXL、ATX。
3.5 インチドライブベイ4、2.5 インチドライブベイ3。そんなに入る、これ。IO パネル USB 3.2 Gen 1 Type A×2、USB 3.2 Gen 2×2 Type C×1 オーディオ。ほんでハンドルが1個ついてくると、なんで2個じゃないのん。付属ファンはリアの 120mm、1800rpm、SFPWM のものがそれぞれの色に合わせた白か黒が一発。寸法、長さ×幅×高さ、406×231×415mm、突起部含む。380×231×381mm、突起部含まず。重さ 10kg。ちょこっと複雑。組み立て式というのもありそこはしゃあない。細かいところは実際これで組んだ人じゃないとわからなそうだのん。出ました。おしゃれさん。NGXGH6 フロー。ピラーレスの場合フロントからの吸気がないのが大丈夫なんか、と、若干気になる部分だったのが、このケースは斜めに取り入れるという形で答えてくれとる。価格。意外と安い。15,930円から。もうこれでいいじゃん。スペック。ケースタイプデュアルチャンバーミドルタワー。対応マザーボード ATX、マイクロ ATX、ミニ ITX。対応ラジエータートップ 360mm リア 120mm。ケースファンはトップとリアの他フロント 120mm×3 ボトム 140mm×2。対応グラフィックボード最大 365mm。対応 CPU クーラー全高 163mm。対応電源 ATX 最大 200mm。ドライブベイ内部 3.5 インチ ×1、内部 2.5 インチ ×2。IO ポート USB 3.2 Gen 2 Type C×1、USB 3.2 Gen 1 Type A×2、ヘッドホンマイク ×1、付属ファンフロント 120mm×3、F129 ケースバージョン、外径寸法 287W×435H×415D mm、重量 9.4kg、色は白と黒の2色、こいつは隙がないな。サーマルテープからも2種類出てたっぽいん。CTEC700TGARGB シリーズ。26,521円から白の方がちょい高め。CTEC750 エアシリーズ。23,310円から。ほんでやっぱり白ちょい高め。どちらもちょい小さいタイプもあるんだけんども。今回はでっかい方だけ。スペック。これ多分同じなんだのん。ケースタイプデュアルチャンバーフルタワー。対応マザーボード EATX、ATX、マイクロ ATX、ミニ ITX。搭載可能ラジエーターフロントサイドリア 420mm。420mm は水冷一体型 CPU クーラーのみ。ボトム 360mm。搭載可能ファンラジエーターの部分にそれぞれ置き換えれるのとトップに 140mm が2発いけると。これなんでトップにラジエーターいけないのかと思ったら、マザボの向きが違うんだのん。トップにブラケットが来るんだのんのん。対応グラフィックボードラジエーター搭載時最大 370mm ラジエーター非搭載時最大 420mm。対応 CPU クーラー全高 190mm。対応電源 ATX 最大 220mm。ドライブベイ内部 3.5 インチ ×7 または内部 2.5 インチ ×12。IO ポート USB 3.2 Gen 2 Type C×1、USB 3.0×4、マイク ×1、ヘッドホン ×1、付属ファン 140mm アドレサブル RGB ファン ×1、1500rpm、30.5dBA が3発ついとる。外径寸法 327W×565.2H×599.2dmm、重量黒約 16.7kg、白約 17.1kg。はい、でかくて重い。メンテめちゃくちゃだるいやつ。めちゃくちゃ冷えていいんだけんども。パーツも入ると大きさもつとこなしなのも相まって。マジで移動させるの大変なんだのん。鍛えてないと腰壊すのん。あと改善されてないのが、トップ排気にすると強化ガラス側にも吹き出てくるので、これがマジで死ぬほどうざい。今使ってるこのケース上の排気部分塞ぐわけにもいかないし、マジで手前に障害物でも置かないと無理。ここはなんとかしてほしかったわ。今回はコメントで教えてもらった、2023年に出たケースを紹介してみたのん。一応全部ピックアップできたかと思うんだけんども、まだ見逃してるのがあったらごめんなさい。今回の動画プラス前回のも合わせてみると、2023年に出たケースは多分大体見れると思うのん。欲しいのがいくつかあるけど、まあどれもまあまあ高いよねん。というわけで、皆さん今回もコメント本当ありがとうございました。今後も視聴者参加型でやっていきますのでよろしくお願いします。チャンネル登録の方もこのチャンネルとゲームチャンネルありますので、ぜひよろしくお願いします。
本でもって、鬼魔将棋戦が好きだったという人は、俺の心を鎧が走る。